こんにちは、ちよです。お久しぶりです。昨日シルクさんにやっと行けたっていうか、何ヶ月ぶりだろう。すっごい久々に行ったんですよ。なんで多分これ、それ新作じゃないだろうって思われるかもしれないんですけど、私的に新作です。あの、私が見たことないやつを買ってきました。で、一応結構いっぱい出てるんですけど、あの余裕がないのですいません。店で使えるんじゃないかなみたいなのしか買ってないです。あとは使えなくてもちょっとこれ個人的に欲しいなっていうのは買いました。じゃあ端からいくと、これは店で使えるなと思って買ったんですけど、収納ケース超可愛くないですか。クラフト用ミニ収納ケース、お花型で花びらのとこが3456で、真ん中に7種類パーツが入る。かわいいと思っちゃって、収納が結構困ってて、あのお客様のとこの工房もなんですけど、あのもういっぱいで、あの作業する場所がないっていうねでこれいいなと思って、かわいいしみたいな。はい、これを見つけました。前回行った時、なんか前回っつっても私何ヶ月前の話なんだろう。なのであんまり参考にならなかったらごめんなさいね。これかわいい、そうこれ1個ね。で次に見つけたのが、ですね、パートティッシュ、これが朝食パレット、カラーミクシングパレット、流しやすい注ぎ口付きで朝食に便利、 UV レジン液や朝食材などのパレットで、これ使い捨てって書いてあったんで、どうしようと思ったんですけど、20個も入ってたんで買ってきました。っていうのもですね、最近お客様で、お子様が多いんですけど、うちの店はレジン、光るやつあるじゃないですか。この間私がダイソーさんで買ったやつ、あれ試しに買ったんですよ。で試しにあれ作ったんです、スノードーム。そしたらあれすごい人気で、あの光るやつがその後立て続けにお子様がいらして、みんなそれ使うって言うから、あの混ぜたんですよね、一生懸命レジンと一緒に。でそれ混ぜるので、これ便利じゃないと思って買ってきました。一応クリアファイルでその時は混ぜたんですけど、はい、こんな感じですね。ラメットを混ぜるのにもいいと書いてあるので、で注ぎ口がついてるからお子様も使いやすいかなと思ったので、ちょっと開けてみてみますか。これ皆さんもう持ってらっしゃるのかもしれない。なんでしょうか、ハリコさんが出してるちゃんとあの使い捨てじゃないやつもあるんですけど、うち20個も入って、これ1000あ100円だったらいいかなと思って、って20個が全部へばりついてんだけど、おりゃ、なんかで止まってんのってくらい硬い。こんな感じです。よくできてます、入れ物の形。こんなちゃんとしてなくてもいいだろうみたいな。ただこの注ぎ口があるからお子様でもやりやすいかなと思っただけなんですけど、はい、ってな感じです。20枚入りです。これ買うときにちょっとよく見ないと、結構ね潰れてんのとかあったんで気をつけてください。流しやすい、流しやすそう。であとね、シリコンいこうかな。このね、柔らかいシリコン型 UV レジンで自分らしくアクセサリーのパーツが簡単に出来上がりっていうね、このウェーブ波模様、これがすんごいいっぱいあったんですよ。で私これすっごいバカでかいんです。親指より、私親指ちょっと指短いんですけど、あのかなり大きいんですよこれ。これちょっとお客様に私は使えないんですよ。レジンをこれかなり使っちゃうと思うんで、これちょっと個人的に使いたくて買っちゃった。でこれ他にあったのが、
正方形、これぐらいの正方形と、あと丸があったかな。昔からあのセリアさんが出してるやつがこれぐらいの大きさのやつの波模様あったんですよね。あとこういう模様のも丸のこれもありました。だからこの波模様がすっごいいっぱいありましたね。でこの大きさが一番大きいです。何に使う、自分で買ったはいいけど、マジこれキーホルダーにしたってさ、でかすぎね。何回使えるかと思って買ったんですけど、とてつもなく大きいです。ただこれで100円得かなと思って、大は小を兼ねるみたいな感じで買っちゃった買っちゃったけど、これさ実際これを満タンでキーホルダー作ったら相当重いし、ネックレスは無理だしみたいな、どうしよう、やべえ、ちっちゃいの買えばよかったかな。まあいいや、めったにいかないからね。で次がシリコンが、これちょっと後で作るんですけど、はい、じゃじゃん、リングモールドの、しかもここがなんか写真で見ると丸いじゃないですか。私が昔から前から探してたやつですよ。あの前から動画を見ていただいている方、あの知ってると思うんですけど、ここがみんなカクカクなんですよ。指輪シリコン、この出来上がりがね、これシリコンが丸であっても出来上がりはここカクカクで、指に入れた時にこうやって指の間ここにカクカクが当たると痛いんですよ。だから私ここはね、丸い指輪を探してたんですよね。あったんですよ。ただサイズがこれ11と13号しかなかったんで、私はいいんですけど、指細い人でかいかな。まあこれペンのトップにもできるしね、いいんじゃないですかね。これ後で作ってみたいと思います。ちょっと動画を一回切りますけど、はい、シリコンはこの辺を買ってきました。あのね、あとはね、前に私が鍵とか作ってたシリコンシリーズが結構ありましたけど、多分あれは新発売じゃない。あと封入ではこのクラッシュフォイルっていうのが、これがすんごい色、すんごいいっぱいあった。で私は一応ここ青がいっぱい出るので青を買ってきましたね。 UV レジンのクラフト製作にも OK って書いてあったけど、レジンのとこにあったんですけど、あ、ネイルの上に乗せるって書いてある。ネイルのとこになかったんだけど、これはい、これがすごい色の種類がいっぱいありました。私は青を買ってきました。ホイールです、はい、ホイールです。で、あとここにちょっといっぱいずらーっとあるんですけど、これが封入のメタルパーツなんですけど、売ってたのは10種類売ってたんで、で私9種類しか買ってないんですよ。で残り1種類はなんで買ってないかっていうと、あの十字架みたいなやつで、うち全くそういう系出ないので買ってないです。なのでこれをプラス十字架で10種類ありました。1個ずつ見ていくと、まずこれが固まってんと分かんない、ごめんね。月に星です、わかるよね、三日月に星です。かわいい、これはうち人気なんですよ。次がハートなんで、ハートが2種ありましたね。あ、これごめん、ここにここの方が見やすいかも。これね、ムーン&スターです。で今度こっちがハートが2種ですね。ベースのハートと真ん中が開いてるやつで、あとこっちはな、飾りがついてるハート、可愛くないですか。はい、3じゃんこれで。で、あと次がね、この星。これ超可愛いの。星がね、つながってるんですよ、これ。大きい星にちっちゃい星が1個ついて、ここの下に1、2、3。何個ついてんだよ、星、これ。とりあえず可愛いんですよ。こんな感じです。この星はちょっと、つながってるっていうので、あまりの可愛さに買ってしまいました。こんな感じです。つながってます。これバラになってないです。で、あとつながってるのももう一つあって、はじめ、蝶々、ただの蝶々かなと思ったら、これ、大きい蝶々とちっちゃい蝶々がくっついてるんですよ。
え、やべえ、可愛いと思って買っちゃいました。ごめんね、開けりゃいいんだけど、ちょっとさ、これ全部開けしたら大変な。あ、これわかるかな、大きいのとちっちゃいのがくっついてるんですよ。まあこんな感じです。バタフライ可愛い。で、あとはまあリボンですね。最近ちょっとリボン系よく出るので、猫ちゃんがよく出るんで首とかにつけるのでいいかなと。はい、これこんリボンの形が可愛かった。で、次に私ちょっと気に入ったので、あ、猫ちゃんつながりで、じゃあ猫ちゃん、猫です、猫。はい、で、あとこっちがバードゲージ、鳥かごですね。で、その中に鳥入ってるんですよ、ちゃんと。これ固まってる、見えない。あ、見えた。こんな感じです。可愛くないですか？よくできてますよね。鳥かごに鳥が入ってます。はい。これよくできてますね。で、あともう一つ。じゃあちょっとこれ気に入ったんですけど、鍵です。キー、そのままなんですけど、キー、これも結構使えるのかなと思って買ってきました。てな感じで、これが全部すべて40個入ってますね。100円で40個入っているのが、10種類、これプラスあと10クロスですね、売ってました。私はちょっとクロスはいらないです。はい、こんな感じです。はあ、やっと行けたんだよ、シルクさんにね。で、シルクさんは、ワッツっていう百均さんと同じお店のことだと思ってください。両方知らない方はキャンドゥさんも一緒だと思っていただいていいかもしれない。多分キャンドゥさんにもあるかもしれない。たまに同じのがあります。あのね、行ったお店はでっかく看板にシールへ行くって書いてあったんですけど、その買ったものを袋に入れてもらったビニール袋にはワッツって書いてあるんですよ。なのでシルクワッツ新商品でした。でね、ちょっとこれ、あの、別件ですいません、あのセリアが近々、私ここ近くにオープンするんですよ。すっごいでっかいセリアなんですけど、1階と2階で、来週なんですけど、で、その情報をね、わざわざメールでいただいたんです。超嬉しかったんですよ。で、ちょっとごめんなさい、これ個人に一個人の方に対しての動画になってしまうんですけど、セリアさんのホームページかな、ね、写真まで送っていただいて、どうやら来週オープンらしいんですけど、14日、今日がね、今日何日 ?8? 土曜日なんですけど、12月8土曜日8日で、来週オープンだよってメールをいただいたんです。ありがとうございます。初めてメールいただいた方です。で、すぐ返信したんですけど、あの、よくある、あの、デーモンとか私たち呼んでるんです、あの、エラーになっちゃって、お礼の返事ができない買ったんで、ちょっとずっと気がかりだったんで、すいません、動画を使わせていただいてお礼をさせてください。ありがとうございました。オープン日が全く分からず、看板だいぶ前に取り付いてるんですよ、セリアさんの。ただ私アナログな人間なんで、毎日通るんで、よく昭和とかって昭和の人間なんですけど、あの、いついつオープンみたいな、今でもコンビニとかそうじゃないですか、なんか何月何日オープンって張り紙するじゃないですか、普通店とかの入り口に。それがね、ないかなと思って毎日チラ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 見てるんですけど、なかったんですよ。これいつオープンするんだろうと思って、で、新聞のチラシとかにも特になくてまあでも看板ついてるんですよ、今準備中なんだろうなと思ったんですけど、それをわざわざオープン日をお知らせいただいたんです。ありがとうございます。来週オープンらしいんで、やっとセリアさんにも行けます。ただね、オープンしたての時ってあんまり、まだバタバタでスタッフの方も商品も
ちょっと何日か経ってから行こうか、その日に行こうか迷ってるところです。ということで今日は、昨日受けたシルクさんワッツの新商品、私的に新商品を紹介してみました。見ていただいてありがとうございます。今まだ午前中じゃん、土曜日の、早く来すぎたな。はい、いや後でこれ作ります。見ていただいてありがとうございます。じゃあね、また後でバイバイ。メールありがとうございます。どうやって返せるのかな。